he said, we have a partnership with the people who are sourcing them and make their life better so they can have better. そのことは当時はコインパクトソーシングって言葉なかったと思います。So we did not have the word co-impacting. でも後になってそういうね活動をどんどんしましたよね。あの考え方構想が会社を作った当初からあったんだってことなんですよね。So the word didn't exist back then, but they knew they had the vision of co-impact sourcing when they actually started the company. すごくない？ Isn't that crazy? ね、で子供さんたちにもすごく不自由な思いをさせたと。自分たちが収入がない1年2年ぐらいの間だから、だから私が行った時にね、50年100年続く会社に絶対にするって決めてこの会社を作りましたって言われたんですよ。ファードさん、あと何分ぐらいですか？今時計が見れない。15分。15分。あと15分。はい。はい。これ最後のページなんです。This is the last page. はい。それでね、私は自分がね、人生のライフスタイルとしてやっていこうと決めたんですね。さっきお話したライフスタイルね。そしたら何をやったらいいか。まず自分自身がドテラの大ファンになること。ね、製品使いまくってます。そしてね、人に話すときには情報、世の中には情報ってたくさんあると思うの。質のいい情報を持ってる人は本当に質のいい生活ができるんですよ。だから私はドテラを話をするときに情報提供をすると思ってるんです。それをスマートにやってほしいの。相手の方の必要な知識とツールを提供。相手の人がね、どんなことが必要なのかなっていうのが分かった上で必要な知識を提供すること。Understand what person is asking for specifically. それからまずね、その方にご自分が健康でいるために投資をするっていう考え方を教えてあげたいんです。命はお金では買えません。でもね、健康はお金で買えるんですよ。それ私はすごく実感してます。ね、例えばなんだっけ、ウェルネスピラミッド、一番下の食べること、食事も食材を選んだらやっぱりちょっとお高いんですよ。いいものを食べる。それってどうしても食事だけでは、まあ、足りないのね、今の栄養はね。だからサプリメントもすごく強化してます。ドテラのサプリメントすごくいいですよ。そしてすごく安いです。私は今までいくつかのものを使ってきましたけど、so、
I've used many different type of supplements from other companies, but doTERRA's is the best and it's most affordable. そしてね、人々にシェアすることによりお互いの人生の向上を可能にするイメージを与える。And you also help people visualize by sharing that it makes each other's life wealthier and healthier. 要はね、物を売っちゃダメってこと、皆さん。いい？ Basically what I'm saying is don't sell. あの、買ってほしいとか分かってもらいたいって言葉を考えないでね。欲しい、もらいたいっていうのは人から奪う言葉なんです。 So wanting them to buy, wanting them to understand. The word wanting means it's a robbing words. Those are words that you're taking things from people when you want something from people. 無意識に使ってる言葉ね。あの人に分かってもらいたいとか、聞いてほしいとか言わない。それはね、それは for me じゃないんです。あ、for me なんですよね。自分のにフォーカスしてる。だから常にあの方にドテラっていろんな情報あります。製品の情報もあるし、ビジネスの情報もあるし。いろんなものあるじゃない。その何をこの方に差し上げたらいいのかなって思った方がいいの。どの情報を差し上げたいのか、あげるっていうふうにやればいいんだって。差し上げたいので受け取りませんかっていうことです。When you're talking to people, 情報提供。You focus on giving. So you're giving information. You're giving them a compensation plan. You focus on giving.あの、なんか通じてますか？大丈夫ですか？話すときね。で、あとはね、誰と一緒にするかはすごく大事なんですよ。皆さんもどなたかにドテラをご紹介いただいたんでしょ？ So, the important thing is who you do this with. So, somebody invited you to do this business, right?全然知らない道端歩いてる人にドテラ勧められたら今ないよね。So if somebody that's just walking by on the street, if that person introduced you to doTERRA, you probably wouldn't be here right now. ねえ、だからその人が話してくれたから聞いてみようかなと思ったんだと思うのね。So I think you are here because the person who introduced you to doTERRA talked to you about doTERRA. だから皆さんは伝えてもらったイメージでドテラを捉えてると思うんです今。だからあなたが今度誰かにシェアするときに何を伝えるか。So when you're sharing about doTERRA next time, it's about what do you want to share with them? What do you want to give them? What information do you want to give them?できればその時に自分のビジョンが話せるといいと思います。ビジョン。私ね、ライフスタイルを変えようと思うの。そしてライフワークかを見つけたのって言ったらなんか聞きたくない？聞きたいと思わない？え、どんなのって単純に。別にあなたに勧めてないけど。例えばね。で、私これで生涯元気なのって言ったら。え、なになにってならない？聞きたい？じゃあ教えて差し上げますねっていうことなの。例えばの話ね。だからオイルの方から話をするばかりじゃないと思う。So that's just an example. So it's not always about the
always about oils. It's not always about. でね、いいですか、大丈夫？で、皆さんのチームは、これから作るチームは、あなたが話すことによってカラーが決まるんです。So from this point on, your team, by you sharing, you talking to other people, the color of the team is determined.だからこれも自分が思っている通りの人生を作ることになると思います。 This is part of you creating your own life. えっと一応このプレゼンはこれだけですね。あとね、もしお時間があれば質問に対してお答えさせていただきたいなと思うんですけども、今日お話しさせていただいたことは、ドテラを皆さんがご自分の生活の中でどういうふうに取り入れていくか、一部なのか、もう自分の生き方そのものなのか、それによって人生変わってきます。So what I wanted you guys to hear today was that whether it's just part of your life or is it your life work, then I think how you create your life would changeね、で、私のことを話しますと、50歳まで主婦でした。働いたことなかった。で、たまたま3人子供います。子供が、社会人になって、あら、私は何をすればいいの？ってなったんです。その時に初めてネットワークのお話を聞きました。すごくね、ユニークな合理的なビジネスだなって思ったんです。知らないから悪い評判も知らない。それでね、さっきのユニレベルっていうお話を聞いたときに、私でも、日本円でね、100万円って分かります？100万円ぐらいの収入はこのボーナスできるんじゃないと思ったんですよ。で、だったらなんかやってみる価値があるかなと。で、試してみ、自分を試してみたいと思ったんです。夫に、相談をしました。1年でできると思ったんだけど、予備として2年時間をくださいと。そして夫にもマーケティングプランを1回聞いてもらいました。夫はね、食料品関係の会社、父親の会社をやって副社長をしてました。で、約束を2つ。約束は土曜日曜は家にいること。夕方6時以降は家にいること。それで始めたのが、さっき20年前ですね。それで1年で100万円超えました。で、約束が2年だったから、2年まで続けたら200万円になっちゃったんです。だん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 、あと2年、あと2年って更新したんです。2 more years. And so she, I hit on
renewing contract with their husband. まあ今はね、あのドテラに出会ったので、その仕事からドテラに変えました。で今日そこの下りはします。前の仕事を全部なしにして、ゼロにして新しくドテラを始めたんです。すごく勇気がいりました。夫が亡くなって1年後にドテラに移ったのね。だけど自分がネットワークビジネスの良さを前の会社では分からなかったのが、ドテラではそれをね、あのその素晴らしさを実感できたんですね。で信じて今7年半やってます。63歳から始めました。でそろそろセミリタイアしたいんですけどね、昨日おとといもエミリーに、あなたもっと働かなきゃダメよって言われたんです正直ね。もう私プレテンシャルダイヤになって、もう本当にね、やっとここまで来たから、もうここで十分なんです。むしろブルーダイヤで私大満足なんです。ところがね、次何やるの、トリプルなんて言われましたもうね、ほんとちょっと大変なんですけど、頭いっぱいいっぱいですけど、思わずダブルって言ってしまいました。ね、元気そうに見えるかもしれないけど、視力は落ちるし、なんていうのか、耳もだんだん遠くなるし、もう視力落ちるとね、思うようにいかなくなるのよ。で、だけどね、気張って頑張るもんだから、ついついできると思われちゃうのかもしれないけど、実は今日ね、ちょっとしたところで海岸で砂をこけてしまって手首折っちゃったんですよ。もう年の割にね、まあ、やんちゃしますから。だけど自分でね、少し分かって自重しなきゃと思ってますただね、すぐにほらディープブルー、コパイバー、アロマタッチ、ちょっとフランキンセンスは塗らなかったんだけど、だから痛みはないんです、動かさなければ。ただもう固定しないと全然動かせないのね。だからまあ、日本帰るまで、帰ったら治療します。本当にドテラのおかげだと思うんですね。で私はやっぱりエミリーに言われたからじゃないんだけど、自分がね、やっぱり命を削ってじゃないんだけど、使命と思ってでドテラをやってます。だから一人でも多くの人に本物のドテラを知ってもらいたい。それでね、もうちょっと言っちゃってもいいかな。知っただけじゃダメよ。本気でねやるんだったら3年頑張って、3年一生懸命やってみて。
あの日本にはね、石の上にも、石の上にも3ね、それから石橋を叩いて渡る、あの石橋を叩いて壊しちゃう人もいるんだけど、あのね、3年真面目にやってごらんなさい。今いろんな教育がすごく充実してます。特にハワードさんのチームは、あの遠方の人でもね、こうズームとかライブ配信で学ぶことできるでしょ。自分の遠くのお友達にも教えられるでしょ。いろんなツールを駆使したら、3年間一生懸命自分がこの人にはこの情報を教えて差し上げたいと思った人にちゃんと伝えてください。But focus on what information you want to give to who. そしたら皆さんがマンション5000万円ぐらいのマンションを買えたらいいと思いませんか？ Then maybe you can purchase something, a condo, like $500,000 condo. Wouldn't it be nice if you can purchase? 3年間でそのマンション一つ買ったら家賃収入30万円。So within the 3 years, if you buy a little unit like that, in 3 years you would receive $30,000 for rent. Good でしょ？ Yeah, not good. 壊れないマンションですから。A condo that doesn't break. ずっと家賃は入ってきます。So you receive rent.それがパイプラインを作るっていうことなんですよ。That's your pipeline. That's what making you, creating your pipeline. 30万円で止まらないですよ、このドテラは。ドテラ、you don't stop at $30,000. まずそこまではしっかりあのリーダーさんに教えてもらって、どうやったら家賃収入ができるかを学んでください。その後はそのパイプがどんどん太くなっていくだけ。ね。あと45年問題、2045年問題も解決できるでしょう、皆さんの中で。実感してね。聞いたことだけ覚えておいてね。あと10年経って20年経って、あの時やっとけばよかったって思わないようにしてね。Make sure you remember this, and after 20 years, 30 years, just please don't regret that you didn't do something about it. 3年後には必ずもう一回来ます。ハードさん呼んでくれる？3 years. 約束して3年の間にみんながそれを必ず自分のライフワークにして。あの3年後私遊びでハワイに来ます。バケーションでもみんなに会いたいから、その時に話聞かせてね。ありがとうございました。今日楽しかったです。